詐欺ねえやギルダ。お前らの監督は一体誰なんだ。俺は近藤陽太郎だ。俺がお前たちを甲子園に連れて行く。今日から毎日鍵しないを一周だ。走れ。新田、ライダー、球筋をよく考えてくれ。要不去考试的代志。啊，唔捌赢过一场的球队，佮加上上考试的，敢会上笑亏？看人扮人，日本人的混成チーム？いいですか。扮人は足が速い、看人は打撃が強い、日本人は守備に長けている。こんな理想的なチームはどこにもない。野球のことは主人も自分なりの考えがあってのことですし。男なら堂々としなさい。マジ痛かった。何を泣いとる。負けた者に泣く資格はない。泣くな。お前たちは勝ったんだぞ。最後の挨拶をしてこい。はい、甲子園に行って台湾の農民たちのためにも頑張ってきなさい。絶対に甲子園で優勝してきます。負けることを考えるんじゃない、勝つ方法だけを考えるんだ。私はもう自分には負けとうない。負けられます。絶対に大丈夫です。いらっしゃいませ。俺たちは台湾仲間だ。お前は本気で最後まであのマウンドに立ちたいか。